杉谷拳士が嫌われている本当の理由とは、現役時代はみんなからいじられてばかり、野球の上手いお笑い芸人とも言われるほどで、ヒロインにはなぜか頻繁に姿を現していた。活躍してもないのにヒロインに乱入してきて、これから活躍しますと謎の発言をしたり、バットを一度も振らず押し出しでヒーローになった時は、なんかすみませんと言いながらガッツポーズをするなど、やりたい放題でファンやチームをいつも笑わせた。中田翔とのコンビはおなじみで、中田は杉谷の首を絞めたり、後ろから蹴ったりして二人の仲は良好だった。しかし中田翔はテレビ出演時にこう言った。こいつチーム内で嫌われているので、僕が相手してあげないとぼっちなんですよ。意外なことに杉谷が嫌われているという。確かに両打席ホームランを達成した時に全員から無視され、残留宣言したら監督から FA しろよと言われ、元チームメイトの大谷を久しぶりに訪問した時は、なんとなくしか覚えていないと言われ散々な扱いを受けていた。さらに高校時代には登板直後初球デッドボールで降板。1年生だった杉谷は1球で敗戦投手。十分心当たりはあるだろう。